ご視聴ありがとうございます。今日はセリアさんの2024年新作モールド第1弾の中からこちらの桜のシェイカーを使いたいと思います。シリコンモールドシェイカー桜、残高のは4571196328934です。同じジャンコードでこの桜型と花びら型売っていました。さらにこちらのキャンドゥさんのリング型モールド、こちらも補助的に使います。リングモールド2サイズアソート、ジャンコードが49791421315です。そして色味としましてはグリッターホロ、桜っぽい3色を準備しました。こちらは隠れ工房グリーンオーシャンさんで購入したものになります。まずはキャンドゥさんのリングモールドを使います。小さい方のサイズに透明のレジン液を流します。今回レジン液は手作り工房 MY ママさんのレジン液満点を使っています。気泡が入っていないか確認をして、一番濃い色のホロを一部分に封入します。気泡をチェックして硬化します。同じように2層目を作ります。モールドの一番上まで透明のレジン液を流します。実は一気に上まで作っちゃって大丈夫なのですが、レジン液が途中で足りなくなったので2層になりました。気泡をチェックして硬化します。両面硬化しました。バリなどを取ってモールドから外します。それでは桜のモールドを使います。今回もこの後ろ側、羽モールドと同じように内側の部分を利用したいと思います。先ほど作ったリングを埋め込んでシェイカーになるようにしたいなと考えてます。入るかな、なんかちょっとぎゅうぎゅうな感じなんですけれども、ぎゅーっと上から押さえてレジン液を流し硬化するという作戦でやってみます。リングモールドのホロを入れた部分、ここに同色のホロを入れます。押さえながら片手でやってるんでとっても危ういです。ここでホロこぼれたら泣く、ホロこぼれたら泣くって叫びながらやってます。手を離すとリングがビヨヨンって浮いてきそうなので、ギュッと押さえた状態で硬化をします。他の花びらの部分も同じようにリングの部分をギュッと押さえた状態でレジン液を流し、グラデーションを作るかのようにホロを入れます。何回かに分けて同じ工程を繰り返します。5枚の花びら、一旦すべて硬化ができたら2層目を同じように作ります。両面から硬化しました。モールドから外します。上側高さが合っていないので、こちらは削ってから改めてコーティングをします。それでは正規の使い方でモールドにレジン液を流します。先ほどの桜のように透明のレジン液をだいたいモールドの高さの半分ぐらいまで流しました。そしてホロでグラデーションを作るかのように封入します。
さっきはリングの部分ギュッと押しながらやってたので、なんか無意識に真ん中をしているところが自分でもなんか笑えてきます。気泡をチェックして降下します。2層目も同じように透明のレジン液にホロを封入する形で行います。今回は両面クリアな状態にしようと思っておりますので、上側も透明のレジン液を流しています。レジン液入れすぎています。溢れそう。そしてそこにホロを無理やり封入しているのでまた溢れそう。ある程度ホロを乗っけたら沈むのを待ってから降下をしたいと思います。先に作った小さい方の桜です。高さを合わせるように削ったので真っ白な状態になっています。これはコーティングすると透明感を取り戻すので心配しなくて大丈夫です。リングの部分に合わせてフィルムをカットします。片方の面のリングの部分にレジン液をのせます。コーティングするかのようにまんべんなくレジン液を行き渡らせます。そしてそこにフィルムをのせて硬化をします。から作った正規の手法によるシェイカーをモールドから外します。いい感じで綺麗にできたのですが、実は裏面からの反対側からの硬化を忘れておりまして、ちょっとそこを触っちゃったんですね。触った部分曇ってしまったので、大きい方の桜はもう一度内側にレジン液を流してコーティングをしています。オイル穴を塞いでおきます。大きい方の桜のフィルムをカットします。フィルムのカットについては切りたい線そのものに印をつける、あるいは切りたい大きさのやや外側に線をつけるというやり方があると思います。お好みだとは思いますが、私は切りたい形のやや外側にラインを引くようにしています。そしてそれをカットするときにラインの内側約1ミリ程度内側を切るようにしています。なぜなら残ったマジックの線を消すのがめんどくさいから、ただそれだけです。フィルムが準備できたら封入パーツを用意します。今回はセリアさんの封入パーツ桜ミックスを使います。
桜ミックス可愛いんですよ。桜のポロとちっちゃいパール3色入ってます。そして淡いピンクの粒々、2つの大きさがあります。可愛いんですけどね、粒々怖いんで、ダイヤカットも混ぜることにします。こんな感じにします。表面側にレジン液をのせます。内側にはみ出さないように気をつけて広げます。フィルムで蓋をします。硬化します。大きい方の桜も同じようにします。シェイカーらしく仕上がりました。あとは金具をつけて改めて両面コーティング、今回は結構角のところを削ったりもしていますので側面もコーティングをしたいと考えています。まずはヒートンをつけます。いつものようにボンドでつけて、乾いたらレジンで固定をします。今回に関してはヒートンをつける部分が透明になっていますので、レジンだけで固定するっていうのも悪くはないと思います。シンプルに仕上げるつもりでしたが、思い立ってネイルシールで飾ることにしました。そしてコーティングをします。前側、後ろ側、そして側面も、今回は全ての面をコーティングします。金具をつけてバックチャームにします。